はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、コスパのいいスマートウォッチのレビューをしていきます。先日ですね、まあ、少し前に、リアルミーバッツ Q っていうね、完全ワイヤレスイヤホンを紹介しました。うちのチャンネルでですね、レビューした中で最も安い価格の完全ワイヤレスイヤホンということで、3000円台のイヤホンですね。っていうのをレビューしてきたんですけども、まあ、そのリアルミーからですね、同時にスマートウォッチの方もこれプレゼントしていただきましたので、ちょっと今回はこれを開封して、1日使ってみようかなと思います。一応どんな機能があるのかっていうスペックですね、ざっとお伝えしていくんですけど、まずこちらですね、血中酸素レベル、測定ができるということです。それからスポーツモードは16種類あって、なんとですね、バッテリーが最長15日間、駆動するということです。バッテリー持ちめっちゃいいんですよ。もちろん防水防塵 IP68 ですね、対応してますので、この運動中、スポーツ中とかにがっつり使うことができます。で、まあ、心拍数のモニタリングとか、あとスマホのアプリと連携をして健康管理するっていうことももちろんできるスマートウォッチになってます。で、価格に関しては約1万円ということで、しっかりと使える品質があるスマートウォッチとしてはコスパがいい部類に入ると思います。ではちょっとね、開けてみて、今日ちょうどね、これからジムがあるので、ジム行ったりとか、使ってみてですね、まあ、どんな感じなのかっていうところをチェックしてみようと思います。では行ってみましょう。はい、では開けていきます。リアルミーウォッチ S ですね。このリアルミーのブランドはね、この箱が全部黄色に統一されてるんですね。これがなんか可愛いですよね。オープン。はい、まあ、丸型のスマートウォッチなので、まあ、普通にデザインとしてはかっこいいですよね。はい、こちらがですね、スマートウォッチの本体になります。ペリペリを剥がしていきましょう。はい、一応デザインとしてはこんな形になってます。持った感じですね。高級感みたいなところはちょっとあまり感じにくいかなと思います。ただ一応これね、バンドの交換ができますね。スポーツ向けのこのバンドがね、ついてますが、おそらくこれで簡単にね、取り外しができますね。はい、できますので。ちょっと高級感出したいなっていう時とかに、バンドの交換っていうのも視野に入れてみても良さそうですね。よし、じゃあ付属品を見てみましょう。よいしょ。これ充電用のね、ケーブルですね。こちらがついてますので、まあ、この上に、こう乗せて充電をしていきますよ、ということですね。ちなみに電源入ってっかな？お、電源入ってますね。よいしょ。で、あとはユーザーマニュアルの方が入ってます。で、メニューの操作はもちろんタッチですね。あ、思ったより滑らかに動くな。日本語に設定します、と。あ、QR コードをスキャンするって書いてますね。どうしようかな。今回はちょっとじゃあ iPhone で接続してみようかな。専用アプリこちらですね。リアルミーリンクっていうアプリがあって、これ iOS でもしっかりと使えます。まあ、Android でも iOS でも両方使えますよっていうことですね。はい。で、デバイスをリンクしてくださいね、と来ました。はい。ログインすると、リアルミーウォッチですね。もう反応してますね。近くにあるデバイスと来てますので、あとは接続をしていきます。ペアリング。まあ、アプリを入れたら、まあ、すぐね、接続ができる感じですね。あ、こっちにも来てるわ。お、はい、接続完了しました。この接続のしやすさとかね、簡単に使い出せるかっていうところも大事ですよね。はい。性別とか、生年月日ね。歩数の目標入れて、と。はい、来ました。これで、完了ですね。で、文字盤ギャラリーっていうのがあってですね、よ。多分この中に、おお、結構たくさん出てくる。はい、こんな感じで。めっちゃあるね、文字盤。これオンラインなので、まあ、ここから、まあ、ちょっとかっこいいなと思ったやつとかを、まあ、入れていくことができますよと。ダイナミックとクール。クールは少ないのかな？なんか猫の可愛いやつですね。うん。で、あとアートってありますね。アートは2種類。まあ、ほとんどダイナミックですね。あと写真ってあるな。あ、これ多分自分の好きな写真を文字盤にできるんですね。背景を変更で、まあ、アルバムから選択できますよと。うん。ちょっと、夜景の写真をちょっと入れますよ、みたいな。ああ、できるできる。ちょっと拡大してね、こんな感じにしてあげると、はい。お、来ました。これ自分で撮影した、この夜景写真ですね。これを文字盤にするってこともできるんだ。今、同期中で来てるので、もうちょっとしたら、自分の、撮った写真が文字盤に来るはずです。お、来たー。来ましたね。文字盤写真にできるのいいね。ちょっと文字盤自分で変更したいわって時は、長押ししたら、あ、いけるね。長押しして、横にスライドしていけば、まあ普通の他の文字盤とかに変更することももちろんできますね。はい、こういう感じ。では、ちょっと普段使いをするとして、操作どうするのかね。右から左にスワイプで、これ歩数と消費カロリーとか出てますね。
左からスワイプすると、これはねメニューですね、設定とか、その辺が見られますよという形ですね。上からのスワイプは通知ですね。そして下からのスワイプはこれアプリの一覧ですね。はい、カメラのリモートもできるんだ。心拍数とか睡眠ですね。それからこれが瞑想ね。はいはい。タイマーもありますよと。で、音楽のコントロールですね。音楽の再生コントロール。そして天気と、運動記録。そして心拍数ですね。で、新しいアラームの設定と、これが運動ですね。うん。運動の種類は全部で16種類となっています。はい。まあ、すごくシンプルですね。アプリの追加だったりとか、ここにないものをさらに追加するみたいなことはないですけども、まあ、もともと入っている一般的な、このスマートウォッチとしての機能は、まあ、一通り入ってますよというところですね。で、ボタンが2つあるんですけど、上のボタンがですね、まあ、基本的に、このメニューを出すのと戻るですね。で、下のボタンはですね、ワークアウトに行くときのボタンになります。ここを押すと、一発でこのワークアウトに行きますので、まあ、ジムとかで運動したいときは、下のボタンを押せばすぐ開始できるという感じです。で、じゃあちょっと有酸素運動しようっていうときは、こうタッチすると、屋外のランニング、開始できますよと。はい。これで開始しました。停止するのはもう一回上を押すと停止ができると。うん。っていう感じです。はい。じゃあちょっと腕装着してみます。はい。本体を装着するとこんな感じの見た目になっています。まあ、普通ですね。まあ、ちょっと気になってるのは、このベゼルがちょっと熱いかなっていうところは気になります。丸いスマートウォッチでいいんですけど、ディスプレイ部分がちょっと小さいかなっていうところは若干気になるという感じですね。よし。じゃあちょっとこれで、実際今日はこれからジムあるので、歩数の確認とか、このトラッキングとかね、してみますので、1日使ってみて、最後に感想をまとめたいと思います。今日はまだ午前中に撮影してるので、まあちょっとこれから午後にね、ジムがあるんですよ。なので、それまで一通りちょっと使ってみて、最後に感想をまとめたいと思います。では、しばらくこれで。使ってみます。はい、ということで翌日になりましてですね、こちら、リアルミーウォッチ S ですね、こちらを1日使ってみました。昨日ですね、ちょうどこのジムに行ってですね、ワークアウトをしてみたので、その時の計測もしてみましたし、であとその後ね、そのまま寝ましたので、睡眠のトラッキングっていうところもやってみましたので、実際どのぐらいの感じでこの計測トラッキングっていうのができるのかっていうところと、あと普段使いのところですね、お話をしていきたいと思います。じゃあまず早速ワークアウトの結果からいきましょう。まず、スマートウォッチの方でもワークアウトのね、結果を見ることができます。基本的にワークアウトするときは、下のボタンを押せばすぐショートカット入るので、まあ、この中で今から行うワークアウトを選んでいきましょうという形になります。で、ワークアウトの結果はですね、はい、こちらですね、昨日の結果が出てます。屋内ランニング、ウェイトトレーニングが2つと有酸素運動っていう感じですね。で、その結果がさらに細かくこちらに出ているという形になっています。はい。で、もちろんワークアウトの結果に関しては、スマホのアプリ側でも確認ができます。はい、アプリがこちらですね。こちらの、リアルミーリンクですね。こちらの中にワークアウトの結果が出てまして、昨日のログがここに残っているという形になります。はい。今更新されたんですけど、こちらね、本日のアクティビティが、まあ、今日のこれ、ステップ数と、ワークアウト時間と、カロリー、消費カロリーですね、が出てます。これタップするとさらに細かく出て、昨日のものを読み込むと、これ昨日の結果が出ているという形になります。どんどんね、追加されていきます。で、次、睡眠ですね。睡眠の方ももちろんこのスマートウォッチ側からもですね、確認することができまして、はい。これ見ていくと、今日の睡眠時間8時間12分、すごい健康的な、ちょうどいい時間ですよね。寝てます。はい。覚醒、浅い眠り、深い眠り、レム睡眠という結果も出てます。で、その結果は同じくこちらのアプリの方でも見ることができます。ね、より細かくね、このグラフが見れるので見やすいです。で、あと睡眠時の心拍数っていうのも測ることができてます。で、それから心拍数も、ログが残されているっていうのと、あとこちらですね、一番右下がこれ血中酸素ですね。こちらも測ることができます。血中酸素に関してはこちらね、時計の方でもこちらをタップすると、このまま計測がスタートするよっていう感じですね。これをタップすると、はい、血中酸素が測定されますと。で、あと基本的にこのスマートウォッチでできることですね。何ができるのかっていうと、文字盤の変更はね、お見せした通り、まあ、アプリの方でもできますよということで、文字盤ギャラリーのところから、まあ、選んでいくこともできるし、こんな感じですね。結構たくさんあります。こんな感じで文字盤を
選んでデバイスと同期するっていう風にすると、まあ、好みの文字盤を見つけて同期することができます。でもちろんこの文字盤に関しては自分で撮った写真とかを入れたいって場合は写真を入れることもできます。でそれからもちろん歩数のカウント、血中酸素の測定と消費カロリーですね。で、あとワークアウトもできるし、で、通知もしっかり来ます。で、通知はですね、上からスワイプすると確認することができて、Gmail だったりとか、Instagram とか、各アプリの通知が来ます。で、メールの中身を完全に確認したりっていうのはできないので、まあ、概要ですね、件名とか、中身の最初の方を確認できるっていうぐらいです。まあ、返信とかそこまでできなくて、あくまでも通知の確認用っていうところですね。で、あとスマホで再生中の音楽のコントロールと、あと天気の確認と、タイマー、アラーム、ストップウォッチですね。この辺ももちろん使うことができます。という感じですね。はい。で、今文字盤もね、こんな感じで変わったんですけども、あとね、バッテリー持ちですね。昨日これ電源つけた時点で 85% ぐらいあったんですよね。で、今1日経ちましてですね、残り何パーセントかっていうと、残り 75% ありますので、まあ昨日から今日にかけては、まあ初期設定とかも含めてワークアウトもしたし、結構がっつり使って1日 10% ぐらいです。なので、まあ、10日は余裕で持つんじゃないかなと思います。ゆるーく使ってると多分15日前後は行くのかなっていうところで、まあ、普通に結構ハードに使って10日間ぐらいのバッテリー持ちかなと思います。なので、充電のことを毎日気にする必要は全くないです。はい。バッテリー持ちはすごくいいですね。で、あと一応リモートシャッターっていう機能がありまして、まあスマホでこのカメラアプリを立ち上げますよと。このアプリの中のこちらですね、カメラのボタン。こちらをタップして、はい、そうすると今写真が撮られてるんですよね。なのでペアリングをしているスマホのシャッターをこの手元で切ることができます。ただ映ってる画面の確認とかはできないので、まあ、そこはねあくまでもシャッターだけ切れますよというところです。であとこの Realme Watch S でできないことで言うと、例えばさらに違うねこのサードパーティー製のアプリを追加したいとかっていうことはできないっていうところと、あと電子決済とか、そういった機能は入ってないので、もうあくまでもこの最初に入っている、これらのアプリを使って、まあ運用していくということになりますね。で、まあ、1日使ってみて、まあ、気になるところとしてはですね、ちょっとデザインの話になるんですけども、ディスプレイに対してのベゼルの面積がちょっと広めなので、まあ、そこがちょっと気になるかなっていうところですね。で、あとこの、まあ、価格的にね、約1万円ということで、2万円、3万円のスマートウォッチと比べると、高級感っていうところはあまりないというところですね。動作は特に問題はないんですが、まあ、ちょっとアニメーションがすごくシンプルっていうところがあって、滑らかな感じではないというところになります。はい、ということでまとめになります。今回ですね、Realme Watch S ということで、約1万円で購入できる、まあ、スマートウォッチですね、こちらを1日使ってみての感想でした。まあ、基本的に文字盤変更もできるし、睡眠も測定できるし、ワークアウトの種類もあるし、まあ、スマートウォッチとして必要な機能っていうのはもう一通り揃ってます。ただそこにさらにプラスアルファの機能っていうのはないので、まあ、そこが欲しいかどうかっていうところになると思います。であとね、使ってて気になったのは、この心拍の測定がですね、ちょっと実際に昨日ジムでかなり運動してて、相当心拍上がってて、だいたいこの自分の心拍が、あ、今150ぐらいあるのかなっていうのが最近ちょっと分かるようになってきたんですけど、その時に心拍を見るとですね、おそらく実際の心拍数よりも結構低く出ている印象がありましたので、心拍数の測定がちょっとね、低く出がちなのかなっていう印象がありました。これがまあ1日使ってみての感想ですね。睡眠はしっかり測ることができていて、消費カロリーとか歩数のところもしっかりと出ていましたので、今回レビューをして紹介した機能でも十分だよっていう方にとっては、約1万円で購入できるってこともあるので、コストパフォーマンスは高いのかなっていうふうに思います。ということで、今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。